こんにちは、ともあきです。今日は僕が減量指導と実践で大切にしていることを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まず簡単な自己紹介なんですけど、自分は2019年からコンテストに出始めて、主な戦績としてはこのようになっております。で、2年前からオンラインで食事指導コーチングっていうのを開始していて、今現在月に30から40名ほど指導させてもらってます。で、中でもこの夏に向けての期間は大会選手が多いので、今日はこういった減量指導に関する動画を撮っております。で、ボディービル競技、フィジーク、ビキニ、クラシックフィジーク、そういった競技において減量、絞りっていうのはとても重要な要素となっております。そこで今回は私が減量指導と実践において大切にしているポイントを解説していきます。今現在大会に向けて減量を頑張っている方はぜひ参考にしてみてください。で、まずポイントの一つ目は、減量方法は個人によって異なります。ですので個別のアプローチが必要になってきます。個々の目標だったり減量期間、体の状態に応じて最適なアプローチ、減量方法を選択する必要があります。例えば自分のクライアントさんの中には、身長170センチ、体重70キロの男性で2500キロカロリーで減量が、みるみる進んでいく人もいれば、2500キロカロリーで増量していく方もいます。また女性のクライアントさんで、同じ体重55キロでも1700キロカロリーで絞れていく人もいれば、1200キロカロリープラス有酸素もやらないと絞れていかないなんて方もいます。ですので他の人と比較するのではなく、自身に合った減量プランを立てることが重要です。よくクライアントさんからいただく質問として、まあこの YouTuber さんがこれぐらいのカロリーでやってて、自分も身長体重同じぐらいだからこれぐらいでやってるんですけど、なかなか絞れません。ですので摂取エネルギー量ですとか PFC、 また有酸素量っていうのは他の人と比較するのではなく、自身に合った減量プランを立てることが重要です。例えばですけど、仕事だったり通勤で歩くか車なのかですとか、トレーニング時間、あとは仕事で体を動かす系なのかデスクワークなのか、あとは減量期間が十分あるのか、余裕がある減量期間なのか、もしくはもうちょっと間に合わないぐらいカツカツの状態なのかによっても、やっぱ食べる量ですとか行う有酸素の量とかも変わってきます。あとは出場するカテゴリーに求められる絞り具合、絞りの基準とか、その辺も考慮して減量計画をしていく必要があります。以上のように減量方法は個人によって異なるため、他人と比較するのではなく、個々の目標や期間、体の状況、生活に応じて個人に合った最適な減量方法を実践していく必要があります。ポイントの2つ目は、減量の持続性です。減量において持続性は非常に重要です。コンテストまでの期間中、食事制限やトレーニングスケジュール、有酸素運動など必要なことをやる、遵守することはもちろんのことなんですけど、それを続けられるかどうかっていうのが一つ大事なポイントになってきます。例えば自分の場合ですけど、摂取エネルギー量が1700を切ってくると、過食、切れ食いみたいなことが起こりだしたりとか、そもそも体調があまり優れない、倦怠感、疲労感が抜けないっていう感じで、まず食事量を落としすぎるっていうのも継続するのが難しくなってきます。あとは有酸素量を増やしすぎるのも、人によっては減量を続けるのが難しくなることがあります。例えば1日1時間有酸素運動をしようと思ったら、その分有酸素を行うために時間を作る必要があるんですけど、人によっては睡眠時間を削らないと1時間捻出できないなんて場合もあって、そうなってくると睡眠時間が足りないと、それも体調不良だったり回復が追いつかないだったり、なかなか減量が進まないなんてこともあって、それがストレスになったりとかもするので、本当に減量生活が持続できる摂取エネルギー量と有酸素運動、まあ、あともちろんトレーニング量とかも考えていく必要があります。で、あと人によっては外食とか美味しいものを食べるのが楽しみっていう方もいると思うんで、そういう方がずっとクリーンな食事を続けるのはなかなか難しいのかなっていうのがあって、減量の進みを阻害しない程度に外食だったりチートミールなどを入れていくと減量が続けやすいのかなと思います。はい、最後ポイントの3つ目は、トレーニング強度、トレーニングボリュームをしっかり保つということです。
やっぱり減量していくだけであればそんなトレーニングは重要ではないと思うんですけど、コンテストでより良い体を作り上げていくためには筋量を残しながら体脂肪を落としていく必要があります。で、筋量を残す上でやっぱトレーニング強度、トレーニングボリュームをしっかり保つのは重要な要素になってきます。で、そのためにはやっぱりパフォーマンスをしっかり保つための栄養素を摂取する必要があります。適切な量、適切なタイミングで糖質ですとかタンパク質、脂質などの栄養素を摂取する必要があります。はい、今日は減量指導と実践で大切にしているポイントを3つ解説しました。ボディービル競技への挑戦においては減量は欠かせない要素であり、その取り組みは個人の目標達成に大きく関わってきます。ですので他の人と比較するのではなく、自分に合った減量計画で、その減量の持続性だったりトレーニングのパフォーマンスを発揮できるような栄養摂取タイミングだったりを考慮しながら、自身の目標コンテストに向かって努力し続けましょう。やっぱボディービル競技は見られる美的外見が重要になってくる、厳しい仕上がりが求められる過酷な競技ですけど、挑戦する価値があると思います。皆さんもぜひ減量大変だとは思いますけど、自分の限界に挑戦して成果を出していきましょう。自分も初戦まであと40日切ってるんで、レモンクラシックに向けて減量頑張っていきます。はい、今日の動画は以上です。この動画が減量やボディビル競技に興味のある方にとって有益な情報となりましたら幸いです。次回も役立つ情報をお届けするため、ぜひチャンネル登録お願いします。また質問やご意見ありましたらコメント欄にお書きください。で、オンラインコーチングの詳細について気になる方は動画概要欄のホームページからご確認ください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。